Ta-da-da-da!
やる気を出ない午後ですね。カフェインが必要ですか？たまには一息ついて力を蓄えることも大切です。こいつでぶん殴られてえのか？何してんのか？おりゃ！了解だ。工事現場は戦場だ。そこ、違法工事。反撃だ。通行止めだ。黄色いテープの外にいろ。あうんの呼吸ですわ。今だ。まだまだ行くぞ。立ってるだけで止められるか。
方工事あうんの呼吸ですわ余裕ぞとせいThank you.
時間がない。早く始めよう。こちらはパエトーンだ。みんな聞こえるかい？もう始まってるの？隣のオフィスまた暗号化キーを変えちゃったのよ。事務所のネット料金を払ってくるからちょっと待ってて。よう、白銀重工代表の安藤だ。声も映像もバッチシ映ってるぜ。それと工事は一時中断させた。もう騒音の心配はねえぜ。カリンです。今回はビクトリア火星の代表として参加いたしました。プロキシ様、顔色が優れないようです。終わった。やっぱ顔洗うかお化粧してくるんだった。まあまあ大丈夫だよ。そういえばどうしてカリンが？ライカンさんは他の用事かい？あの、ライカンさんは独身術のレッスンで不在でして、僭越ながら私が代理で参加させていただくことに。前回の会議のことがよほど答えたようだね。よし、払ってきたわよ。オレンジネットワークってほんといい商売してるわ。なんなのよあの月額料金。そろそろ本題に入ろうか。今回の会議ではみんなに2つの情報を共有したい。まずはいい知らせから。推測した通り、ミッドサマーの倉庫には確かに大型の防衛機械がいた。オロー C41 が衰退機を出したのもそいつのせいだ。次が悪い知らせだ。未熟なホローレイダーたちのせいでそいつはすでに起動されてしまったんだ。もう動いてるだと？そいつは厄介だな。うちの技術責任者が言ってたが、初期の知能部品は大半が侵食に弱えんだと。直に深度の侵食状態になってエーテリアス化するかもしれねえぞ。それは大変ですね。エーテリアス化なんてしてしまったら、エーテル活性が条件を満たしてしまいますよね。そしたらまた C41 が活発な。早めに止めないと。確かにそうなってしまう。すでに調査協会と治安局が C41 の活性を再測定しようとしている。その結果が出る前にエーテリアス化を止められなかったら、ホロー周辺の市民たちはシャラゴールデンウィークを迎えられなくなる。プロキシー、防衛機械が起動されたのは悪い知らせだって言ったけど、私はそうは思わないわ。最初はホローレイダー全員と防衛機械を全部なんとかしなきゃだったけど、今はそいつだけに専念すればいいのよね。ほら、むしろいい知らせじゃない？ポジティブな考え方ですね。私もニコ様を見習わせていただきたいです。それもそうだな。100体をしらみつぶしにするよか、確実なクソ野郎を1体やる方が手っ取り早い。そうとなりゃ指示をくれ、プロキシ。俺らにできることがあんなら何だってやるぜ。私もいるわよ。オンボロ防衛機械なんかに秘宝ハントを邪魔されてたまるもんですか。積極的に参加してくれるタイプの人ばかりで助かったよ。いざ、みんなのゴールデンウィークを取り戻す。
次収入だな。外にいろ。マジでぶっ叩かれてんだな。
ここがハイライト。の記者から最新情報です。教会の調査員同伴のもと、ホワイトスター学会の専門家はヤヌスクに位置する高度 C41 の強制フォローのエーテル活性に対する再測定を、専門家はフォロー C41 が衰退期に入るという結論に変更はないと述べました。また近隣住民の外出禁止令も合わせて解除されたとのことです。シャラゴールデンウィークを待望していた市民には朗報と言えるでしょう。本局はベテラン調査員をスタジオにお招きし、フォロー C41 のエーテル活性変動について解説を。よかったね。フォロー C41 はまた衰退状態に戻るそうだ。僕たちの作戦は大成功だった。私たちは連休の予定がパーになっちゃったけどね。提案、今からでも画期的な連休プランを実施することができます。フェアリー、あの連休プランをまだ保存していたのかい。とにかくフォロー C41 の突発的な事件に対応して犠牲になったのが連休だけなら幸いな方さ。幸いですって。莫大な時間、資金、人脈を投げ打ったのは全部ミッドサマーの秘宝を見つけるためだったのよ。なのにどうして一番肝心なトランクルームが物理的に開かないわけ。セキュリティメカを壊しちゃったからじゃない。メカとリンクしてた自動扉のスイッチがコッパみじんになっちゃったわけだし。あのセキュリティメカはメイン倉庫の最終保安措置だったんだ。破壊された瞬間、トランクルームの自動扉に自爆信号を送るよう設計されていた。ああなったら最後、物理キーでしか扉は開けられない。物理キーなんてどこで手に入れるのよ。ミッドサマーはもう何年も消息が途絶えてるのに。悔しい。私の秘宝、私のゴールデン。悲しむ必要はないさ、ニコ。もう過ぎたことだ。これを機に家でゆっくり休んだらどうかな。その間にビデオ鑑賞でもすればリラックス効果も倍増だ。よければおすすめを選んであげるよ。まあいいわ、他にいい方法なんてないし。適当に何本、そうそう、ご新規様限定クーポンもまだあるから。まだあったのかい。一体どこで手に入れているんだ。
少し休んでてくれ。任せたぞ社長。エアコインを作ってるのは一体どこのだ。臨時収入だな。
臨時収入だな。こういうのはレンに任せることにしてる。
ったぞ社長。行くぞ。これを受けてみろ。かっ飛ばしますわ。逃げんな。
休んでてくれ。何してんのか。見てろよ急げ。これを受けてみろ。ストライクですわ。よえぞ。
社長、これはどうだ。
これを受けてみろ。これでも食らいな。まだまだ。こっちだ。通行止めだ。立ってるだけで止められるか。どいたどいた。逃げんな。私が以上ですわ。今だ。フルバックですわ。今だ。あっち行け。で、おっと、避けなさい。
Thank you.
We'll be right back.
Yeah!
その程度かよ。これを受けてみろ。かっ飛ばしますわ。今だ。あっち。耐える。これはどうだ。よえぞ。ずいぶん気に入ったみたいだな。やるよ。気に入ったみたいだな。やるよ。
役に立つんなら持ってこうぜ。言っとくが、収入とか支出とか私に聞くなよ。いや、来いよ。こういうのは蓮に任せることにしてる。ギアコインは大丈夫だ。ちゃんと帳簿につけてある。言っとくが、収入とか支出とか私に聞くなよ。ギアコインは帳簿を分けておかないと。ずいぶん気に入ったみたいだな。やるよ。大丈夫だ。ちゃんと帳簿につけてある。役に立つんなら持ってこうぜ。ギアコインを作ってるのは一体どこ？言っとくが、収入とか支出とか私に聞くなよ。大丈夫だ。ちゃんと帳簿につけてある。ギアコインは帳簿を分けておかないとな。役に立つんならもっと。気に入ったみたいだな。やるよ。ギアコインを作ってるのは一体どこの誰なんだろうな。言っとくが、収入とか支出とか私に聞くなよ。
Get. ギアコインを作ってるのは一体どこの誰なんだろうな。言っとくが、収入とかし。たかが小銭だろ。大丈夫だ。ちゃんと帳簿につけてある。役に立つんなら持ってこうぜ。ギアコインは帳簿を分けておかないとな。言っとくが、収入とか支出とか私に聞くなよ。気に入ったみたいだな。やるよ。ギアコインを作ってるのは一体どこの誰なんだろうな。ギアコインは帳簿を分けておかないとな。
役に立つんなら持ってこうぜ。ずいぶん気に入ったみたいだな。やるよ。言っとくが、収入とか支出とか私に聞くなよ。ギアコインを作ってるのは一体どこの誰なんだろうな。大丈夫。ギアコインは帳簿を分けておかないとな。役に立つんなら。ずいぶん気に入ったみたいだな。やるよ。言っとくが、収入とか支出とか私に聞くなよ。コインを作ってるのは一体どこの誰なんだろうな。大丈夫だ、ちゃんと帳簿につけてある。役に立つんなら持ってこうぜ。ギアコインは帳簿を分けておかないとな。ずいぶん気に入ったみたいだな。やるよ。言っとくが、収入とか支出とか私に聞くなよ。大丈夫だ。ギアコインは帳簿を分けておかないとな。こういうのはレンに任せることにしてる。こういうのはレンに任せることにしてる。
わかりなった。
いいところ。10万回の白道一緒に終わったわね。特にクライマックス何度見てもかん。コンビって、そう、でもこれからももちろんいつでも、うん、ラーメン食ってけ。朝は食材の鮮度も抜群だぞ。うん。替え玉いるか。スープまで飲み干してるじゃないか。一杯のコーヒーが一日の活力を呼び覚ますのです。うん。またどうぞ。迷った時はコーヒーを飲みに来てください。おい、あたし鉄道か。やっせ。よかった。工事現場は戦場だ。負けてたまるかですわ。よえぞ。やっ、おりゃね。黄色いテープの外にいろ。Hey!
よかった。黄色いテープの外にいろ。アウンの呼吸です。今だ。やった。いい球ですわ。やった。ぶつけた。やって。フリーキック。マジでぶっ叩かれてんだな。こいつでぶん殴る。今度は重労働か。
のご用ですの？チョイスだな。悪いな。費用対効果の高い選択だ。この程度のストレス、どうってことねえよ。チョイスだな。言っとくが、収入とか支出とか私に聞くなよ。礼を言うぜ。役に立つんなら持ってこうぜ。うぜえのが消えたな。ギ
ラーコインを作ってるのは。費用対効果の高い選択だ。
この扉は鍵がいるようだ。探してみよう。収入だな。
クマのシリオンは気が長いんだ。ギアコインを作ってるのは一体どこの誰なんだろうな。おお、新たな収入だな。たかが小銭だろ。
かせたぞ社長。行くぞ。突っ込んでなさい。現場を片付けるぞ。ほっちゃーい。耐えろ。俺はどうだ。カウンセだ。臨時収入だな。なんてことないぜ。俺の体重に耐えられるとは。
ジャトヤにかかれば万事解決。ふん、何の御用ですの。Thank you.